お前の曲だ。悪くないだろう。なんで私の曲なんですか？お前しか聴く人間がいないからだ。もう一度弾いてください。私の曲。違う、これは彼が命を削って作った、彼の命の結晶だ。一人でも多くの人にこの曲を聴いてもらいたい、そんな衝動に駆られた。それこそが私が彼のためにできること、やらなくてはいけないことだと思った。でもどうやって。いい曲っすね。本当にあの人だ。あなたの企画した CM にぴったりね。さすが森山誠二。彼有名なんですか？有名ってわけじゃないけど、20年前にいくつかの素晴らしい楽曲をアーティストに提供してた。でも検索しても何も出てこなくて。不思議なことにね。何にせよ才能は枯れてなかったってことね。誰かアーティストに歌ってもらって CM に使わせてもらうわ。ありがとうございます。何笑ってんだ。別に。なんか楽しいですね。悪くない。またこの CM の楽曲変えてもらえる？なぜですか？問答無用だよ。この森山誠司って男の曲は NG なんだ。他にも代わりはいくらでもあるだろう。納得できません。今度の CM のイメージにこの曲はぴったりなんです。椿君、思い上がるなよ。曲の代わりだけじゃない、君の代わりだっていくらでもいるんだ。人気 CM プランナーといったって我が社の名刺があってなんぼだろう。あの男作曲家だったのか。でもレコード会社の人が調べたら、20年前を境に森山誠司はどんな形であれ楽曲を公表できないように契約でがんじがらめにされてる。うちの社長とあなたのおじいさんによって
なたの家と森山誠司にはどんな因縁があるの？俺は何も知りません。何も知らないでいいの？政治家になる人間が。